ジャニー、ジャニー、スノーマンの出演予定を毎週木曜日と日曜日の週2回投稿しています。今回は7月17日月曜日から7月20日木曜日までの予定をお伝えします。今回、デンジャーホリックのラジオ初解禁があるかもしれません。最後のその他の予定では、グッズ販売予定など3つの情報をお知らせします。まずは、テレビ、アイアム冒険少年。出演するのは目黒くんと向井くんで、7月17日月曜日19時から21時に TBS にて放送。レギュラーとしてスタジオ出演。今回も2人にフィーチャーした企画はありません。暴れるくんの山ごもり企画が放送されます。はい、続きまして、テレビラビット。出演するのは宮舘くんで、7月18日火曜日8時から9時55分に TBS にて放送。前回は佐久間くんだったので、今回は宮舘くんがスタジオ生出演のはず。音楽の日に引き続き宮舘くんが黒髪で登場ですね。スノタンからはハットなしの黒髪の全貌が楽しみという声が上がっています。はい、続きましてテレビミュージックジェネレーション。7月18日火曜日19時から20時54分にフジテレビにて放送。世代別定番ソングを発表する番組でスノーマンの曲が取り上げられるようです。視聴者のマリクマちゃん、コメ欄での情報提供ありがとうございました。はい、続きましてテレビバナナサンド。出演するのは向井くんと渡辺くんで、7月18日火曜日20時から20時54分に TBS にて放送。2人が過去に出演した時の様子が放送されます。ハモリ我慢に挑戦した人の中から最もハモリ隊に釣られたハモリ我慢大賞を決定します。つまりダメだった人が大賞を獲得ということです。このチャンネルの視聴者、きなこママちゃんからも、ショッピーは成功したことないし、大賞に選ばれるかも、というコメントがありました。前回は深澤くんが大賞に選ばれたので、今回は渡辺くんで、スノーマンの連覇に期待できます。はい、続きまして、テレビウソコン第2話。出演するのは渡辺くんで、7月18日火曜日23時から23時30分に、カンテレフジテレビにて放送。2話の予告映像にも渡辺くんが映っていたので、今回も登場シーンがあります。渡辺くんと風磨くんがカラオケをしているシーンが予告にありました。ちなみに初回の視聴率は 2.9% で、良くも悪くもない数字でした。2話以降盛り上げていきたいですね。はい、続きまして配信で YouTube 動画です。出演するのはスノーマンで、7月19日水曜日17時にスノーマン公式 YouTube チャンネルにて配信。今回はメンバー 4、5 人が出演する企画系動画かなと予想しています。先週は予期せずパワーのダンスプラクティス動画が公開されましたよね。デンジャーホリックのミュージックビデオがいつ公開されるのか気になるところですが、過去の事例から計算すると8月2日か8月9日に YouTube で公開されそうです。なので今回デンジャーホリックのミュージックビデオが公開される可能性は低いと思っています。はい、続きましてラジオスノーマンのスノーマンマ。今回の担当メンバーは宮舘くんと深澤くんで、7月20日木曜日21時から21時30分に文化放送にて放送。このコンビでの放送は2022年5月以来1年2ヶ月ぶり。意外と久しぶりですね。どんな話するんだろうと、これといった2人のトピックスはスノタンの間でも浮かんでいないみたいです。ちなみにデンジャーホリックのラジオ初解禁についてですが、過去の事例から計算すると今回の放送から8月3日の放送までのどこかでラジオ解禁されそうです。今回解禁があるかもしれません。はい、続きまして雑誌アエラ7月24日号。掲載されるのは向井くんで、7月18日火曜日に発売。向井くんの連載白熱カメラレッスンが掲載。カメラのタイムプラスという機能を使って本格的なセルフポートレートに挑戦します。値段は470円。続きまして雑誌テレビガイド7月28日号。掲載されるのは渡辺くんで、7月19日水曜日に発売。渡辺くんが菊池風磨くんと2人で表紙を飾ります。ツーショットグラビアが12ページ掲載。12ページは結構多いですよね。テーマは結婚してみるです。値段は490円。続きましてお知らせが3つあります。まずはドラマトリリオンゲームのグッズがジャニーズショップの店舗で販売開始されます。すでにジャニーズショップの通信販売では販売されています。目黒くんのアクリルスタンドが爆売れしそうですね。続きましてお知らせ2つ目です。2023年のスノーマンポートレートシリーズが発売開始です。ポートレートシリーズとは各グループのグッズのことで、
フォトアルバム、ミニクリアファイル、真四角メモ、フレークシールが販売されます。販売場所はジャニーズショップの店舗とオンラインです。一番安いのはクリアファイル300円、高いのはフォトアルバム2800円といった感じです。続きましてお知らせ3つ目です。トリリオンゲームのアートトラックが7月14日から8月10日まで渋谷新宿駅の周辺を走ります。主要キャスト6名がデカデカとプリントされたトラックです。出演情報は以上です。それではスノーマンの最近の動向が丸分かり、スノーマン川柳のコーナーです。今回は5つ紹介します。スノーマンの最近のニュースというお題で常時コメント欄にて募集してます。まずはマリクマちゃんからの投稿です。伊達小路が先輩2人とゴルフ場。インスタを見ていたら伊達小路の2人が事務所の先輩2人とゴルフ場の写真がありました。事務所の先輩とは木村拓哉先輩と亀梨和也先輩です。そして伊達様は黒髪でした、という投稿でした。亀梨くんのインスタだったと思いますが、亀梨くんと伊達小路がゴルフ場らしきところでスリーショットで写っていましたね。伊達小路のゴルフウェアの特定動画も今度出しますね。続きまして安倍スノーさんからの投稿です。安倍ふかの入所記念日1ヶ月。安倍ちゃんとふっかさんの入所記念日まで1ヶ月を切りました。スノーマンのみんなはジャニーズ歴が長いけど特に長い2人、同期で同じグループでデビューすることが少ないから、そんな2人が出会った奇跡の日まで1ヶ月楽しみすぎる、という投稿でした。8月12日ですね。確かに同期で同じグループって意外といないですよね。続きまして三田ちゃんからのソレスノでの岩本くんについての投稿です。さりげなくバナナジュース2個注文。バナナジュース1個で900円超えは高いなぁと思ったら、スタッフさんのバナナジュースも頼んでいた岩本くん。2つ頼んだんですか？うん。僕の分もですか？うん。これは惚れるって、という投稿でした。 SNS 上でも惚れると話題になっていましたよね。続きましてきなこママちゃんからの投稿です。スノチューブ想像を超えた裏切り感。デンホリの MV かなと期待していたが、実際はパワーでしたが想像以上の良さでした。いろいろ見どころたっぷりすぎて何回も見たし、速度を落として見てみたり、勝手に自分でメンバー個々のマルチアングルで見てみたり、遊び心もあるひーくんの振り付けも良かった、という投稿でした。最後はまなかなちゃんからの川柳。ウソコンにレースで登場チャラ振動、という投稿でした。また今回レースが聞けるかもしれないですね。コメント欄での投稿ありがとうございます。ラブだよ。スノーマン川柳は常時募集中です。スノーマンの最近のニュースを575に込めてコメントしてください。初めての方も大歓迎です。テーマから外れていても大丈夫です。そして明日7月17日月曜日にはスノーマンの私物や差し入れの品などもろもろを特定した動画を投稿します。ぜひご覧ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ジャニー、ジャニー。